お待ちどうさま。あー、いい香りでしょ。今年の新茶だから、先週摘んできたばかり。我が町パーレルが誇る特産品、サンゴ糖よ。お茶の香りが引き立つわ。お疲れの市長さんにはおすすめ。はあ、やっぱり最高。フェルマありがとう。日頃のお勤めでバタバタ過ごしちゃうから、こういう静かな時間は本当に。今日絶対クリームタルトね。他の頼みそうになったら私のこと絶対に止めてね。そなたお願い。キャロさ、こないだもそんなこと言ってなかった？今日は絶対買えない。好きなの頼めばいいんだよ。フィナちゃんは何にする？セルナは？私はセルナと一緒がいいな。みんな別々の方が楽しいよ絶対。一口ちょうだいね。嫌だ、断る。うわー、セルナが厳しい。わかったわかった、私の一口あげるから。よくもケーキ一つでそんなに騒げるもんだね。だって大問題じゃないですか。こんにちは、アルディさん、ベルマさん。気分じゃないケーキを間違えて食べた時のショックと言ったら。ケーキでショックとかありえない。ありえるの。はいはい、座って。入り口で溜まって浮いてないの。はーい。学校は終わったの？今日は午前中でおしまいです。あ、そっか。ベルマさん、今日のケーキは？タルトとムース、オペラ、それからサバランとフルーツケーキ、マドレーヌとカヌレ。かわいい。決められないね。キャロはタルトって言ってたのに。うん、迷う。どうしよう。あ、そうだ、君たち一つ頼まれてくれない？頼み事をこなせばケーキをおごってくれるんだって。さすがアルディさん、我らが首長。ってことは2つ食べられるってこと？今日はいい日だね。郵便屋さんも到着済みだ。首長さん宛ての郵便だね。ちょっと待ってね。これかな。これはまた大きな荷物だね。あらま、もうこんな時間だ。少し寄り道しすぎだわ。本局に戻らないとまずいね。市長さんの頼み事を聞くなら郵便屋さんの手伝いもしてほしいね。手伝い？これを私たちに配達しろってこと？ごめーとーら。お手伝いしてくれたら今度町から来るときに可愛い髪飾りを。本当？それから真っ白いノートやコンパスに三角定規。ねえねえ、綺麗な花の絵はがきも？海じゃなくて陸の上で咲く方の花の？まあそのくらいなら。やった！そなたは何がいいら？私は、何がいいかな。何か素敵なものかな。なんだろう。あらま、別に遠慮しなくてもいいのにね。別に遠慮なんかじゃなくて。そなたには意外とそういうところがある。自分のこととなると途端に分かんなくなるみたいなね。分かった、私が決めてあげるよ。ダメだ。結局キャロが好きなものを言うんだから。バレた。はいはい、おだちんはともかくれ、引き受けてくれるのくれないのどっちかれ。やります。じゃああとよろしくれ。ゆるいね。あ、これコーダさん宛てだ。そっちは？こっちはフラジェさん。これはマルトレさん宛て。私はシャンテさん。じゃあ各自配達行ってくる。次の鐘までにここに集合。わかった。
こんな古い風車、もうどこでも使ってないって言われたの。風車はパーレルのシンボルだものね。サンゴ島は機械じゃなくて風車でゆっくり引かないといけないと思うの。うおー、フローレスちゃんのクリスタルディスク、やっと新曲が聴けるのだ。ありがとう、ご苦労様。あ、ちょっと持ってく、ひじき。初物だから美味しいよ。持っていく。はい、どうぞ。ありがとう。とはいえ年頃の女の子がひじきなんてね。あんたたちもちょっとかわいそうよね。どうして？本当はもっと街に出たんじゃないの？私は結構ここが好きだな。してるの？みたいよ。アクアって人が気に入って買ってくれたって。知ってる、その人。アトランティアですっごく有名で人気のある歌姫だよ。マルタさんすごいな。パーレル出て頑張ってて。私もいつかやりたいことが見つかるのかな。私たちマーメイドは心や体に無理がかかるとこうなるらしいけど、私もあんまり見たことなくて。この子どうしてアルディさんのところに？私のシェルシスの知り合いの子なんだけどね。シェルシス、セルナと私みたいの？そう、彼女とはしばらく会ってないんだけどね。今アトランティアに住んでるんだっけ？それでしばらく面倒見てほしいって言われてた。え、パーレルに住むの？まあそうしたければね。本人の考えを聞かなきゃいけないけど。綺麗な女の子。おはよう、カノン。気分はどう？出てこれる？カノンって言うんだ。
まさか迷子？嘘、海溝にはまり込んだり海流にさらわれたりしたら。大丈夫？もういいの？気分はどんな感じ？何もないんですね、ここ。なんか県外みたいだし。ごめんね。時々潮の調子でうまく映ることもあるんだけど。食べるより美味しい気がするっしょ。はい、これ新ひじきのサンドイッチ持ってきた。いただきます。いただきます。美味しそう。美味しい。何でしょうか。食べるのは好きなの？好きですけど。いいよ、どんどん食べて。あれは何ですか？フラジェさんの風車よ。あそこでサンゴ糖を作ってるの。へえ。サンゴ糖、お茶に入れて飲むのがおすすめ。おいしいんですか？美味しいよ。ねえねえ、カノンはどうしてここに来たの？あ、大変！アルディさんにケーキをおごってもらってないよ。本当だ、昨日ちゃんとお使い行ったのに。ケーキ？エスポワールって言ってね、すっごく美味しいケーキとお茶の店。ショートケーキが最高なの。あ、でも一番当たるとかも。違うっぽいかも。後で行ってみる？はいはい、待ってたわよ。アルディに言われてるから好きなもの食べて。素敵。やった。最初に選ぶのはカノンだよ。さっきはごめんなさい。ん？何？何もないって言ったけど、バカにするつもりはなかったんです。でも本当にびっくりして。ああ、そうだよね。私たちもびっくりしたよ。え？だって同じ年頃の友達ってこの4人以外いなかったから。あとポコね。新しい友達ができてすっごく嬉しい。5という数字は美しい。え？どういうこと？なんとなくわかるかも。全然わかんない。っていうことだから改めてよろしくね。よろしくね。いけない。急いで扉を閉めなきゃ。手伝って。はい。フラゼの風車の音みたいね。
海流。珍しいけど、ないことじゃないわ。眩しいです。細かい砂粒とか埃とか全部持ってってくれるからね。だから私、大海流はちょっと怖いけど嫌いじゃない。大海流はいきなりやってきて、いきなり去っていくの。気をつけてね、カノンちゃん。はい。大海流一家、みんなにパーレルは案内してもらったら。それにしてもあんなに大きいのは久しぶりだ。ああ、木が倒れてる。あ、カノン待って。はあ。一人じゃ。何これ。今まで並木で塞がれて入り口が見えなかったってこと？そうみたい。ここは何？わかんない。ずいぶん長いこと放置されていた匂いがする。とりあえず私が中へ。また扉だ。劇場だ。ねえ、これ映写機、本で見たことがある。これで映画を上映するの？おそらく。どうやって？キネオブレス、この中に映画が入ってるんです。映画。みんな出て、ここは立ち入り禁止だよ。次回バミューダトライ